これまで天国と地獄を紹介してきましたが、今回は他の惑星の住民についてご紹介したいと思います。スウェーデンボルグによると、実は一部の天使は地球から来たのではないと言います。地球は人類の唯一の故郷ではないというのでしょうか。天使は彼の疑問に答えてくれました。実は太陽系だけでなく、宇宙全体に人類が生存しており、しかも非常に膨大な量であると言います。 そして天使は神様の許可を得てスウェーデンボルグを他の惑星に連れて行きました <music> その日天使はスウェーデンボルグを連れて太陽系の縁までやってきましたそこにはキラキラと輝く雲が密集しその中には巨大な溝があります <music>